そんな疲れてないんですけどね。ただ、食事がやばい。ちょうど今、焚き木もあるし、テントもあるし、焚き木はあと何分？ 6 時間か。ちょっと、これ火をくべることはできないのかな？ちょっと食料作りたいっすよね。少し。ここで、今日はちょっと、あんまり急がないでここで野宿しようかな。ここで十分な食料を作って、飲み物作って、こっち行きたいですよね。明日の朝方ぐらいに。うん。これなんだろう、このハテナって。よし。なんだこれ。あ、これあれなんだ。さっきのトグルマークは、トグルするとここに、クラフトでいろいろ乗るんだ。多分。あれな、チョップしちゃった。まあいいや、せっかくチョップしたんだったらば、あれをね、さらに、キャンプを、火をくべましょう。よいしょ。これで、2個になったから多分、6時間プラス、あと24時間じゃないかな。2つあるから。で、食料作りましょう。これ食べようかな。早く。よし。あ、いいな。結構今の蕎麦の実。喉の渇きと食、食欲？これ2つとも減ったな。いい感じかも。いきなり5行きましょうか。あれ？あれだ。水がない。じゃあこれをボイルしましょう。で、あと一つ。これで全部。で、これ5個全部。ああ、夕方の18時を回ろうとしてます。喉の渇き、食事がやばいですね。よし、でももう食事が99。食べるか。さっきのビーフの缶詰よりかはダメですね、効率は。よいしょ、こんぐらいにしとこうかな。あとは残して。今エクスプローラーできんのかな。お、ダーティーウォーターが見つかる。マッシュルームも見つかる。やってみようかな。一回だけ。どうだ？ん？マッシュルームを見つけた。オレンジマッシュルーム。幸運にも。え？なんだろう、矢印こっち。こっち行けってこと？いや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 。よし。これなんだろう、オレンジマッシュルーム。普通の食べられるマッシュルームのように見えると。やばそうだな。14日で腐るな。うん。14日で腐るぞ、これ。食べてみるか。いや、ちょっとまだ食べない。ピックアップだけしとこう。いざという時以外はね。あ、ボイルできんじゃないかな。あれ？マッシュルームどこ？あれ、マッシュルームはどこにカテゴリー？メディスンカテゴリーになってますけど。ボイルはできないな。うん。そうか。ダーティーウォーターが欲しかったな。もう一回だけ探索してみようかな。あとね、これ自分の装備画面なんですけど、50%、50%、50% って書いた、あ、やばい。書いてあるのが多分、この服の耐久値なんですよね。ね、例えばこれでウェアアウトだから、擦り切れ度合いっていうのかな。これどんどん装備していくと、今みたいに、
放射能の抵抗 2% 上がるよとか、なんだろうこれ、噛まれるのに対して 2% のプロテクションがあるよとか、いろいろ効果があるみたいですね。なんでこれちょっと着ていくのと、あとはこれ装備しておきましょう。多分これ装備しておくとパワー50だから素手の10よりもいいんですよね。ちなみにアックスは、あ、パワー200、すごいじゃんこれ。え、ナイフより上か、重いな。まあでも重さはすでに持ってるんだから、ルートボーナスもあるの。あ、こっちにしとこう。よし、斧アタック200。よしよし。で、もう一回だけサーチしてみようかな。ダーティーウォーターが欲しいな。あ、ダメですね。無駄に、なんだろう、喉の渇きと食料空腹になるからやめよう。黙って寝るか。ね。寝る以外できんのかな?ちょっとレシピ見てみましょうか。どんなレピシ、あ、これ作れんだ。でもパワー150か。ん?どっちがいいんだろう。でもアックスの方が良さそうだからいいや。トーチ。トーチはあ、ダメだ。ラグ、布と、布切れと、ガソリンがないや。トーチがあると、ルートボーナスがつくからいいな。これ持ちながら探索するといいんだろうな。これは?これ、Tinder レシピでしょ?ああ、これ Tinder にできるんだよね。うん。あ、これでオールで見てみようか。これいいな。あ、作れるじゃん。あ、これ作れる。弓矢は。あ、弓矢も作れる。え?これ作っとこうかな。なんかのために。よいしょ。ほぼ時間食うな。作った。あと弓矢。あ、5個。おっしゃった。よし。作ったよね。もう5個ぐらい作っとく。ねえ。弓矢5個だけじゃ、厳しそうだから。よし。これで、お。深夜だからこういう感じになるんだ。あ、これでこう。そっかそっか。深夜だとこういう暗い感じになるんだね。これ装備しとこう。クロスボウ。あ、違う違う。もう、持ってるよね。これを装備するとどうなんだろう。ああ、お、やった。アックスよりも強い。いいですね。よかった。あとは、そろそろ寝なきゃいけないけど、他にはこれは何?コールか。炭を作ることができるんだ。うん。何に使うんだろうな。クロスボウね。まあいいか。この辺で食事が少しあるので、じゃあ最後ちょっと一つだけ食べて。これで寝ますか。よいしょ。
多分日中動いた方がいいんだろうな。そういうルートボーナスとか、多分夜になるとダメなんだろうな。こう探索の機会が失われるんじゃないかな。よし、今は朝の6時ちょうどいいですね。体力はバッチリ、ただし空腹と喉の渇きがちょっとやばいので、もうこれを全部食べちゃいましょう。よし、でこれは、これ壊すことができるんだ。壊しましょうか。メカニックのスキルもつくし。よし、これもこれでいいか。これはちょっと持ってける、一応持ってこうか。ちょっと改めていらないのないのかな。これしかないんだ。食料がゼロなのが怖いから、早めにこっちに行きましょう。ここに。これでどんぐらい時間かかるんだろう。行ってみよう。